とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、またこの装備使います。機械化装ブレード。やっぱりコメントでね、これが最強だって言われたのが、すごい気になってて、いろいろね、エンチャントを試してみました。そうしたところ、やっぱりこれね、最強装備かもしれない。なんかそういうのを、発見しましたね。まず、これ。黄金スキルで、痛みサイクルがついてるじゃないですか。まあこれもともとね、痛みサイクルで攻撃すると、すごく強かったんだけども、オーバーヒートするから、途中でね、攻撃が止まってたのよ。でもこれを、釣り竿を使うと、痛みサイクルのダメージのまんま、行くことができるのよ。ものすげえスピードで、さらに、痛みサイクルのダメージも受けずに、倍率ダメージが出すことができる。これすごいよね。で、これね、黄金スキル2だから、これぐらいだけども、もう、2倍増えるか。最大5倍だから、かなりのダメージに与えることができます。おそらく、263で45万ぐらいなのよ。ダメージが。それの5倍だから、まあ、200万軽く超えるぐらい。まあ、防具によっては300万ぐらいダメージを与えることができるようになります。あの高速スピードで。で、さらにね、衝撃波、旋風。これ、出ないもんだと思ってたのよ。普通に攻撃しても、全然出ないからさ。でも、これ、ね、出し方ね、コツがあって、一度か二度ね、キャンセルしながら撃つと、出るのよ。これ、ものすげえスピード。今まで一番スピードがあるやつって、あれだと思ったの。ツルハシ。ツルハシの火じゃない。めちゃくちゃ速い。この速度で、旋風と衝撃波のダメージが全部入る。で、さらにそれに、痛みサイクルまで乗ってきたら、これはね、とんでもない装備。とんでもない装備だね。まあ、とりあえず、これ251とか、それぐらいの攻撃力なんで、まあまあ、どれぐらいになるかわかんないけども、一度ね、ボスと戦ってみましょう。多分これね、相当やばい装備。それでは、試していきましょう。まずはこれだね。機械化装ブレードに、黄金スキルで、痛みサイクル2がついてるやつ。だね。パワーは250。なので、これに、力のポーションを取ると、おそらく、263の痛みサイクル3。それの火力が出るので、ちょうどいいんじゃないでしょうか。まあ、さらに言うと、これにね、攻撃力 30% 防具で上げることができるので、もうちょっと上げることはできますけども、まあ、痛みサイクル3の263装備、どれぐらいの火力になるか、見てみましょう。多分、すごいんじゃないの？いけ。あー、はい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 。サイスと一緒。サイスと一緒ぐらいの火力が出るね。しゃ。おお。痛みサイズ3だけで、サイスと変わらない威力が出るっぽいです。サイス以上かもしれないな。それでは次はこれを試してみましょう。機械化装ブレードに、雷、旋風、衝撃波がついてるやつ。だね。で、さっきと同じく、263の攻撃力に近づけるように、一応、力のポーション使ってみましょう。まあ、それ以上の攻撃力になっちゃうかな。あ、まあまあ、大体っていう風に思ってください。で、衝撃波を出すコツっていうのが大体分かった。攻撃を終えるときに衝撃波が出るので、2回ね、ポンポンと押せば、出るっぽい。こんな感じで。うん、ちょっと難しいかもしれないけども。まあまあ、行ってみましょうか。
どれぐらいの強さになるかな。多分ね、成功すれば相当、あ、なるほど、痛みサイクル以上だね。でこれにさらに痛みサイクルがつけば、ちょっとやられちゃったけど、なるほど、痛みサイクルつけばこれすごい今までの装備の中で一番強いかもしれないね。え、他に、あ、サイスか。いや、サイスよりもダメージは上だ。うん、多分サイスはね、旋風衝撃波をつけて、まあ今よりも若干遅いぐらいなのよ。さらにこれに痛みサイクルが入ってくると全然上だね。ただ流れ込む魂はつかないんだけどね。流れ込む魂がつかないからカバンビルドとは合わないけども、まあ単純な殴り武器としてはこれ最強かもしれない。それぐらい強い。でエンチャントがね、やっぱり厳選しないと最強装備は生まれないっぽいですね。絶対必要なのは旋風衝撃波、痛みサイクルだね。で、そうね、まあ旋風ついてるから重力はいらないか、まああっても良さそうな気はするけども、攻撃範囲がやたら短いからねこれ。まあまあとにかく旋風衝撃波、痛みサイクルがついたらめちゃくちゃ強いです。半端じゃない。でそれにプラスで、まあ雷とか、鋭利はどうだろうな、まあまあ雷、鋭利、追い打ち、クリティカル、そのあたりが、4つ目のスキルでつくとやばいことになるっぽいです。まあとりあえず、まあ今度からこの機械化ソーブレード、263タワーで出た時はちょっと厳選していきたいと思います。ただこれ衝撃波を出すのはちょっと難しくって、2回押すのがコツみたいです。なので痛みサイクルの5発目を当てる時とかちょっとね工夫をしながら慣れが必要だと思いますけども、すごいこんな感じになる。シューティングゲームみたいになるんで、これはなかなか素晴らしい装備だと思います。これに厳選していこう。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。